こんばんは。ありがとうございました。皆さん、ツアー完走しました。ありがとうございます。全何公演だったんだろう。全何公演だ。ありがとうございました。ツアー完走お疲れ様でした。ありがとう。そう、もうね、本当にね、今日はっていうか、今日も朝早起きで数時間前にちょっと家に帰ってきて、今日もなんか踊る感じの一日で、朝から夕方まで。なのでもうコンタクトをね取っちゃったんですけど、岡山配信組でしたって、配信で見ました。ありがとうね、本当に無事完走できてよかったです。あとこの配信してない期間であったことは、 MV が公開されましたね。リード曲の MV が公開されまして、皆さん見てくれましたか？最後の岡山公演の時は、岡山公演の時は、岡山公演の最後に MV が公開されまして、もう今はもう皆さん見れると思うんですけど、高三の時はコンタクトしてるっていうか、普段はコンタクトしてるんですけど、もう今日は本当に朝からしてたから、もう疲れてワンデーなので、もう捨てちゃいました。MV めっちゃ良かった、 MV 好きすぎるって、良すぎたって、ありがとう、嬉しい。見つけましたか皆さん、私のこと。完成 MV 見たのは私たちもつい最近ですね。昨日後ろの女の子にペンライト貸してあげたゆきちゃんが来てくれて話しかけてくれて喜んだよ。ああ、そういうことだったの。え、あれさ、なんかあの女の子の前にいたのがクラッシーさんってこと？なんかめっちゃ喋りかけてくれてて、なんか説明めっちゃさ、なんか話してくれてたんだけども、あの何、音がでかすぎてさ、そうそうそう、めっちゃ喋りたかったんだけど、え、そうなんだ、貸してくれてたんだ、ありがとう、優しい。なんかうちわとかもでも持ってくれてたから貸してくれてたってことかな。なんか私のね、グッズのうちわと生誕のうちわがなんか持ってくれてたんよ。ペンライトとかも。貸してくれたの？ありがとう。どういう流れでそうなったの？昨日の空最高やったよって、ありがとう、来てくれて。結構やっぱ、岡山公演は、ね、知ってるファンの方もちらほら結構見れて嬉しかったですね。もちろん徳島とかもいろんな県来てくれて。MV めっちゃ感動したんですけど、ありがとう。それぞれの特技がある MV、 そう、なんか一人一人の、なんか一人一人が集まってこうね完成されるみたいな、そんな感じでしたよね。そう、葵さんのピアノで私は歌ってるような感じのねシーンでした。私は一人一人のその個人的なシーンみたいなところ、ゆきちゃんのハートも作るっていう感動したのってめっちゃ感謝された。ありがとう、優しい。ファンの方も優しいし、ありがとね、本当にそういう曲作成聞けて嬉しかった。こちらこそです。生誕地はさすぎ、あ、ハリさんがね近くにねいましたよね。そうだったんですね、ありがとうございます。なんで私のファンの子、私のことが好きな子って分かったんですか？どういう流れで分かったんだろう。そうなの、地元の友達もテレビでゆきちゃん見たよって言われる人がいる。本当に嬉しいよ、ありがとうございます。そう、実際に葵さんのピアノでね、2年前ぐらいかな、3年前
あります。部活シーン良き。そう、学校のね。ちさいのお兄ちゃんでね、もう本当に見てくださった方がめちゃめちゃ多くて、やっぱりすごいなって改めて思いましたね。テレビはうちわで分かったよって。あ、じゃああのなんかグッズのうちわは買ってくれてたってことなのかな。そういうことですか。ペンライトと生誕うちわをね、ファンの方が貸してくれたってこと。ありがとう。イキちゃんの走り方がちょっと面白かった。え、そこら辺見てないんだよまだちゃんと。でも多分走り方はマジで変だと思う。なんかあれだよね、みんなが集合する前に走るとこだよね。え、てか聞いてほしいのが、実はあの MV にエキストラにお友達がいるんですよ。そうなんですよ。なんか結構運命的な再会をしまして、そうなんですよ。なんか現場に行った時に本当にびっくりして、えーって言って、こんなとこで会えると思わなかったって言って、そうなの。そう、生徒役に友達がいて、本当に数年ぶりの再会を果たして、そこでめちゃめちゃね、すごい縁だなと思いました。あれですね、もともとアクターズで一緒に福山校で、あ、そう、千穂さんがぶつかりそうになるシーンの子です。本当にびっくりして、でも私が来ることはね先に知ってたみたいで、私は知らなかったから本当にびっくりして、久々に話してめちゃめちゃ嬉しかったです。もうね、 STU 入ってから一回も会ってなかったので、本当に 4,5 年ぶりに会いました。なんでみんなわかるの、千代さんがぶつかりそうになった子かなんて。すごくない？めちゃめちゃ見てくれてる。めっちゃエモい気持ちになりました。同い年なんですよ。ぶつかりそうになってる子気になってた。そうなの？それは嬉しいですね。そうなんだ、みんな思ってたって。そうなんだ、すごいね。あとはそれで言うと徳島公園に私の家族が来てくれてて、実はそうなんですよ。しーちゃんにも池の親初めて見たって言われた。そう、私の家族と、あ、妹は来れてなかったんですけど、おじいちゃんおばあちゃんが来てくれました。そうね、ソロ公演以来。なんか広島公演でもよかったんですけど、思わなくて、なんか旅行がてらに来てくれました。岡山に妹は来てない。今回のツアーは妹は来てないですね。座りができたらそれやばすぎでした。そんな嬉しいよ。
ゆみさんは池田ちゃんのご家族と会ったことないんだ。そうなんですよ。私はしーちゃんの家にはね行ったことあるんだけど、めっちゃ楽しんでました。徳島旅行、お昼公演に来てくれて、もう夜公演の時間ぐらいにはねもうなんか温泉に入って夜ご飯を食べている写真が送られてきてました。よかったです、旅行も。だ、徳島に行く機会ってそんなにないので、今回そういう機会にもなってよかった。でもね、徳島って意外と遠いんですよ、本当に。しーちゃんのお父さんだけイケちゃんファンって、え、わかんない、しーちゃんのお父さんは聞いたことないけど、ゆきりかのお父さんとあいこじのお父さんは聞いたことある。私のこと好きって、好きっていうか応援してくれてるのっていうお話はね聞いたことあるよ。嬉しい、メンバーの家族から応援してくれもらえる嬉しい。広島マジで遠い。なんかなんだっけ、羽田空港から徳島空港までは1時間らしい。しかも空港から近い会場だったらしくって、東京から行った方が近かったんだって。広島から行ったら4時間ぐらい、車でも交通機関でも4時間ぐらいはかかるっぽい。そうなんですよ。でもなんかね、バス乗ってたらあっという間でしたよ。なんか縁もついたなみたいな。他のメンバーのなんか 寝そうになりかけてる時に着いたって言ってた。私も寝たっけ、まあ寝たと思うんですけど、多分寝たと。徳島修学旅行で行ったなって。そうなん、徳島ラーメン食べたよ、最高だった。久々のラーメン、本当になんかもう感動しました。大阪からよく、そうなんだ。徳島ね、よかったです。バスの中楽しそうって、そうみんなで語ってるの。結構2期生が集まって語ってます。めっちゃなんかみんなでお菓子を寄せ集めてお菓子パーティーが自然と始まってるバスの中で、面白い。高速バスで、あ、そうなんだ、ありがとう。2期生うるさそう。まあ全員ではないんだけど、2期生は結構本当にわちゃわちゃしてて、定期的に2期生やっぱ最高だねみたいな感じでみんなで話すんよ。2期生声でかいよねって、マジででかい。でもこれマジでみんな意外だと思うのが、りねちゃんめっちゃ声でかいじゃないですか、 MC とかでも。でもりねちゃんは意外となんかあんまり楽屋とかでうるさいメンバーの中にいないんですよ逆のギャップ。そう、昇格ツアー思い出した、本当に楽しかった。あ、ちょっと15分経ったのでもうちょっとしたら終わりますね。あの明日もね、まあまあ早起きだから、まあみんなもね今日は月曜日ですので休み明けだったりとか、ツアー来てくださった次の日だったのでお疲れだと思いますので、皆さんゆっくりしましょう。そう、意外でしょ、ステージに立ったらああなるの、りねちゃんは。これはプチ裏情報かもしれない。あ、そうです、明日はラジオです。
だってもうさ、もうすぐ鬼レンチャンから1週間経っちゃうよ。早いね、なんか早い。あっという間に6月も終わりそうだよ、このままだと。なんか夏終わったんだけどって言ってそう。もうコートの季節だとか言ってそう。すぐやばいよ本当に。あ、再販してますね、お話し会ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そう、皆さん TVer で見逃し配信もたくさん見てください。3時再販、あ、ありがとうございます。皆さんお話しかお待ちしてます。話しましょう、なんか見たよとかそういう感想でもお待ちしておりますね。 TVer も見てね。お姉ちゃんから来ましたって初見の方もありがとうございます。最近は池ちゃんこと池田ゆらですなくて、池田ゆらこと池ちゃんですって言うようにしようと思ってますそれは嘘ですけど。ぜひ会いに来てください。そう、もう逆にしようと思う、池ちゃんこと池田ゆらじゃなくて池ちゃんおしまいで楽しい。本当ありがとう、そんな、こちらこそですよ本当に。そう、幕張は新制服です。ツーショットとかも撮れるし、サイン会とかもあるのでお待ちしてます。なんかね、最近ねメンバーから大御所いじりされるんだ。大御所いじりされる。髪を伸ばしてるんですけど、たまに切りたくなるけど伸ばしてる今は。なんならね、私スタッフさんからもちょっと今日朝いじられたの。池ちゃんさんとか言われていじられました。何が大御所やね、どこが大御所やね。それは仕方ない、豪華なコーラス引き下げていたから。まあそれはそうですね、あのが方々と一緒に歌わせていただいたならえ、そう、池ちゃんさん入りますって。本当になんかそんな感じの、私が今日朝行った途端になんか池ちゃんさんとか言われて、やめてくださいって、本当に恥ずかしいです。そう、ではちょっと皆さん終わりたいと思います。みんなもゆっくり休んでください。ちょっと私もねお風呂入って、なんかあのね、めっちゃ久々にねお家帰ってきた。そう、実は、実はね、はい、では終わります。お家のご飯
そう、今日久しぶりに食べた。まあでもケータリングで美味しいのはたくさんいただいてましたけど。そう、犬たちもちゃんと忘れないでいてくれました。そう、では終わりまーす。お寿司食べたよ、感動した。徳島ラーメンもお寿司も感動しました。本当に素敵なツアーでした。何もかも最高。では終わります。ギフトもありがとね。ちょっとギフトね、最近全然読めてなかったからちょっと読もう。てっちゃんさん、翔太さん、ねぎしおさん、たけさん、よん、パーチーさん、クラッシーさん、しみとさん、こうたさん、ねぎしおさん、しまじろうさん、ワルフさん、あれちょっと読めてなかったらごめんね。あの、追いつけてなかったら。みやくんさん、夏ふらさん、ハリウさん、オーケーさん、ジョンドーさん、しみとさん、きんにくさん、かいまふらさん、グーさん、アンさん、しまじろうさん、ありがとうございます。では終わります。13位ノアジーさん、12位夏フラさん、11位のめくんさん、10位かずやさん、9位しまじろうさん、8位くらしーさん、7位きんにくさん、6位はりさん、5位ねぎしょさん、4位ウォルスさん、3位こうたさん、2位しみとさん、そして1位はトゥルルトゥーてっちゃんさん、ありがとうございます。いけいけごごいけごご、今日もてっちゃんさんは生きてるよ、ありがとう。では皆様改めましてツアーありがとうございました。全公演来てくださった方とかもいて、本当に本当にね、一緒に回ってくださってありがとうございました。もちろんね、配信見てくれた方もだしね、足を運んでくれた方ありがとうございました。では皆さん、月曜日はね疲れやすいと思うので休みましょう、お互い。では本日もどうも皆様ありがとうございました。ツアー改めてありがとうございました。ではおやすみなさい、バイバーイ。